皆さんこんにちは、ワタルグルビジです。今回は紺碧の艦隊、スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回はハワイ沖で、キンメル率いるアメリカ軍の戦艦艦隊と交戦。これを撃滅し、戦艦は打破することに成功しています。その結果として今ご覧いただいている通り、1億6000万という余剰予算を確保している状況です。今回はその続きになります。早速新兵器の開発から行っていきましょう。これ毎回すごく楽しみなんですよね。まず一つ目、艦上の攻撃機改ざん、開発費は2700万円です。続いて光学式距離測定器、開発費は2800万です。新兵器は今回ここまでのようなので、続いて経済投資にお金を回しましょう。前回の戦いを経て、ハワイの占領を行ってますので、新しく投資先として、ハワイ基地整備というのが加わっています。が、今回は、やっぱり新兵器が楽しみなので、東方エルサレム共和国建国。これに5000万使います。今まで1億ずつボンボンと投資してたんですが、まあ、お金がね、少しずつ厳しい状況になってますので、今回5000万にします。やっぱりハワイにもね、せっかくなんで、少額ですが1000万投資。中小企業支援は2000万。そして米国の報道に対するアピール2000万にします。これで次のステージへと進んでいきましょう。紺碧の艦隊は恥ずかしながら、ようやく OVA の第2話を見て終わったところです。腕一撃必中紺碧艦隊というところで次のステージ、内容を見ていきましょう。作戦の指令。紺碧艦隊は、航空兵力を持ってパナマ運河を攻撃。攻撃機を収容後、南方へ退避せよ。戦略拠点については、攻撃目標を、構造が複雑なガトゥン拷問を設定するとなっていますね。OVA の第2話、ちょうどこのパナマ運河の攻撃の話やっていたので、僕としてはすごくタイムリーですね。OVA の中ではこのガトゥン拷問を設定目標にした理由としては、構造が複雑で修理をするのにも時間がかかるため、まあ、効果が絶大だという位置づけになっていました。ゲームの中でも同じくガトゥン拷問が攻撃目標になっています。その他の軍施設は無視して良いということになっています。では続いて楽しみな新兵器の開発状況。これ見ていきたいと思います。今回新しく配備された兵器、まずは艦上の攻撃機改ざん、97式に代わる新型攻撃機、1トン爆弾と魚雷を装備可能というふうになっています。そして光学式の距離測定器、航空機の機銃命中率が 20% アップ。これ地味に敵の航空機、特に戦闘機や敵の攻撃機、爆撃機を戦闘機で迎撃するときに効果が期待できそうですね。続いて敵の新兵器ですね。新しく艦上爆撃機、そして P40 陸上戦闘機、そしてタイガーキャットですね。艦上戦闘機が配備されてくるという報告が上がっています。ステージの方を見ていきましょう。本作戦は君たち、紺碧空軍が頼りだ。しっかり頼むぞ。これ前原さんですね。この紺碧艦隊の司令官です。紺碧の艦隊ご存知ない方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に言うと、大戦の末期に帝国海軍が建造した E400 型、大型の攻撃潜水艦になりますけども、これを発展改良させた E500、E600、E700 からなる潜水艦隊のことを紺碧艦隊というふうに称しています。
そしてその大型の潜水艦には少数ではありますけども水蒸気を搭載できるので、それらを総称してコンペキ空軍というふうに呼んでいます。ではこのコンペキ空軍を使っていきたいと思います。まずは艦隊の編成確認します。コンペキ艦隊不獄号、これがですね E600 型の攻撃潜水空母。ここには G7 のおとり魚雷を装備しています。艦載機ですね、ここはライオの水上攻撃機2機編成してます。まあ、2機編成なので敵と遭遇したらひとたまりもなさそうですね。続いて E700 型の攻撃潜水空母です。こちらには艦載機は積んでいません。続いて第2戦隊も見ておきます。 E500 型の潜水空母です。こちらは艦載機中央、これ16機編成になっています。こちらも E500、 こちらも E500 というふうになっています。なのでまずはですね敵の状況を確認しつつ新兵器 G7 これを使って敵をね、うまく引きつけてここにいる駆逐艦隊を撃破していくという流れになろうかと思います。では他の状況も確認しておきます。マップ全体ざーっと見ておきましょう。ここがパナマ運河ですね。で今回の攻撃目標になっているのはこちらです。ガトゥーン6、ガトゥーンコーモンです。太平洋側ではなくて大西洋側に位置するパナマ運河の訪問になっています。 OVA の中では、まあ、距離的にはね太平洋側の訪問を狙った方が、距離的にはいいんじゃないかというふうになってましたが、先ほどお話した通り結果ガトゥン訪問の方が効果が絶大ということで攻撃目標がガトゥン訪問に設定されています。では早速コンペキ艦隊動かしていきましょう。G7 を早速使います。敵をこの G7 で引きつける。でこの G7 何なのっていうところなんですけど、これもねもしかしたらご存知ない方いらっしゃるかもしれないので簡単に説明しておくと、水砲、まあ泡ですね、これを発生させて敵の注意を引きつける、敵を欺く、まあまさにおとりの魚雷になってます。魚雷に攻撃を仕掛けてきましたね。では敵がこの G7 に引き付けられている間にですね、こちらも攻撃の準備していきます。では敵の駆逐艦が G7 に引き付けられている間に音響感知魚雷を叩き込みましょう。軍老作戦ではなくて老軍戦法ですね。これ行いますかということなので選択肢はいを選びます。これはコンペキ艦隊専用の作戦になっていて、まあ、敵を隣接する部隊も含めて一撃必中すると、まさにね、このステージの命題になっている通りの内容になっています。では攻撃目標であるパナマ運河を目指します。では航空機を発艦させていきます。 OVA の中では静電回、これ静電の水蒸気タイプのものなんですけども、それも出たりはしていたんですが、今回は残念ながらこのゲーム中静電回は、搭載していないようなので、このままですね攻撃機を発艦していきます。250キロ爆弾を搭載して出撃です。
あとは航空兵力を使ってガトゥーン公門をガトゥーンと攻撃していきましょう。一応ですね、第一戦隊の方は潜水しておきましょう。第二戦隊の方はこの後ですね、航空機を収容する必要がありますので、このまま待機します。では一路ガトゥーン公門へ向かいます。ではガトゥーン公門に攻撃を仕掛けましょう。これで攻撃完了。ガトゥーン公門を破壊しました。あとは攻撃隊を収容して撤退します。敵の航空兵力が出てきましたね。これ急いで収容した方が良さそうだな。全力で戻ります。OVA の中でもね、敵の追撃を受けて、航空機を収容するときに、敵の駆逐艦の襲撃を受けてましたね。空母と違って、やっぱりね、この水上機を収容するのには、多少なりとも時間がかかってしまうっていうのがあるので、このコンペキ艦隊の弱点と言えるのがやっぱりこの航空機の収容時かもしれませんね。まあ、そこで G7 が活躍したわけですね。では航空機を収容します。着艦完了。まあ、ここでは一瞬で済みましたけども、 OVA の中では先ほどお話した通り、この航空機のね、収容がやっぱり時間がかかって、まあ、危ない場面があったというところです。では潜水します。これでもう安心ですね。では離脱させていきます。これでこのステージクリアです。損害報告。本作戦における日本軍の損害はありません。まあ、前回ね、結構被害が出てしまって収入が少なかったので、これは嬉しいですね。で、戦果の報告ですが、攻撃目標であるガトゥーン6、ガトゥーン公門は全破してます。収入、2億600万。支出は0ですね。これで丸々2億が手元に残ります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、次のステージをプレイしていきたいと思います。